あのメインキャスターの大畑さんと小島さんにあのこの、お二人に、メインキャスターを務めていただくのは3回目になるんですけど、あの意気込みを語っていただきます。よろしくお願いします。大畑さんお願いします。お願いします。あ、いや、いいですか。はい、はい、それぐらいの気持ちが入ったということで、はいはい、気持ちの表れです。あ、こんにちは、大畑です。今年であの3回目ということで、まあ、2人で、はい、あの最強のパートナーがいてますので、まあ、僕は本当に気楽にやらせてもらってるんですけど、であの2人でね、その高校ラグビーっていうものが本当にあの、まあ、ラグビー自体のものが非常に注目されてるっていうこともありますので、そこの中でそのここで注目された選手たちが世界に羽ばたいていける、まあ、そういったところをね、その今輝く前の選手たちがどれほどの選手であるのかということをしっかり伝えたいと思いますし、また本当にあの今言われましたように、やっぱラグビー自体がこの文化になっていくための命題というのを課されていると思いますので、そういったところの少しでもね、こう後押しできるようにしっかりと伝えていければいいかなと思います。まあ、番組終わった時に今年良かったなと思ってもらえるように、そしてやっぱあの2人いいなと、いい仕事してるなと思われるように頑張ります。よろしくお願いします。お願いします。小島瑠璃子です。今年もですね、高校ラグビーに、このような形で関わらせていただいて本当に、嬉しいです。3年目になりまして、ですね、本当に初めはですね、ラグビーのルールが分からず本当に、飛び込んだ形になったんですけれども、徐々にですね、年々、ルールが分かってきたり、強い高校が分かってきたり、その裏にあるドラマを見てきたりするとですね、もうどんどんこうラグビーがあの好きになっていっている状態です。そして3年目の今年はですね、まあ、本当にあのジャパンの活躍で、世の方がラグビーというスポーツの面白さにこうどんどん惹かれていってるところだと思います。もう乗っかります。乗っかってですね、どんどんこの高校ラグビーの良さもですね、ラグビーを今ちょっと気になっている方に知ってもらえたら本当にいいなと思います。本当の高校ラグビーというのはですね、私、昨日今日と、花園出場校に3校取材に行かせていただきました。今年もこのように、現場に足を運んで取材したいなと思ってるんですけれども、取材してみるとですね、どんな高校にもこう誰かのために頑張りたい理由があって、そしてどうしてこう花園で勝ちたいかっていう理由があって、いろいろなこう物語が学校ごとにあります。高校ラグビーはそこがすごく明確で、キラキラしていて見どころになっていると思います。ハイライトはですね、もう一流選手の大畑さんに、ルールや、戦術やそういうところの面白さも伝えていただきながらも、そういう高校生の感情に沿ったところを見ていただけるようになっていると思います。ですからこうラグビーがちょっと気になっているけどルールはまだ詳しくないという人だったりとか、これからラグビーを知っていきたいという方にも絶対に響く内容になっていると思いますので、ぜひそこを注目して見ていただければと思います。そしてちょっと長くなるんですがすみませんが、今年はですね、テーマソングにスキマスイッチさんの、放つという曲を、書いていただきまして、本当にいい曲です。本当に高校生にぴったりの曲です。そしてですね、初めは予定になかったんですけれども、7日と11日にスキマスイッチさんに花園に足を運んでもらえることになりました。ちょっとこれにはいきさつがあってですね、一度ご飯させていただいたときに私が口説きましたぜひ花園に足を運んでほしいと思って、あんなにいい曲を書いていただいたんだから、ぜひ高校生の頑張ってる姿をスキマさんにも見てほしくて、でそれが叶う形となりました。決勝はですね、副音声でスキマスイッチさんと一緒に見させていただくんですけれども、その辺もですね、ぜひ注目していただければと思います。長くなりましたがご挨拶をさせていただきます。ありがとうございます。